皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんがライブ配信した2024年4月の Q&A の4回目をご紹介します。2024年4月の Q&A。人類と母なるガイアのためにポジティブなエネルギーを保持するグループ瞑想を火曜日にしていただけませんか？火曜日の番組はそういったものをテーマにしていません。瞑想ビデオは過去に何回も配信しました。過去2週間の間にも瞑想を行いました。日食の時に行いました。あれはとてもいい瞑想会でした。瞑想を通してスピリットが私に指示を与えてくれました。とても良い瞑想で私も心から楽しみました。それはたくさんの方々からもコメントをいただきました。これはライブイベントでしたがビデオを探してみることができます。日食を眺めるパーティーと銘打って開催しました。地球をサポートするために、そして私たち自身のために10分ほどの瞑想をしました。とても良い瞑想でした。ですから申し訳ありませんが火曜日の番組に瞑想を組み込む予定はありません。火曜日はいろいろなトピックを取り上げ、それがどう予言や予知と関係しているのかを話す時間です。残念ながら私が瞑想をするときは通常と比べて3分の1くらいの視聴者しか見てくれません。それでも1ヶ月に1回瞑想はしています。最低1ヶ月に1回はしています。ですから必要であれば古いビデオを検索して過去の瞑想の回をご覧ください。もちろんいつでもこういった瞑想はやっていただけるのですから。路上講義デモはさらに増していくでしょうか。路上講義でも、スピリットが嬉しそうにおーいえーって横で言っています。でもなぜ路上に限っているのですか？私はあなたの質問に対して質問しています。路上で講義するのか、学校の前でするのか違いはあるのですか？スピリットは講義デモとか新しい動きがどんどん活発化してくると言っています。今世の中で起こっている気違いじみたことをやめさせるためにこういった動きがどんどん大きくなっていくと言っています。これから何が起こるのか私たちはまだこっそり見ているだけですが、2030年代、特に2032年には世の中は今とは全く違った姿になっています。すべてが変わります。外貨 RV はすぐに台頭してきますか？ RV とは何の略ですか？逆転現象のことを言っているのですか？ RV の意味がわかりません。外貨が変わることはわかっています。すべての通貨は刷新されます。これはワールドエコノミックフォーラムや国連が推進していることです。この地球に存在するすべての政府が押し通そうとしていることです。デジタルグローバル通貨を推し進めています。すべての国でグローバル通貨を進めているわけではなく、自分たちの国固有のデジタル通貨を進めている国もあります。例えばアメリカですが、その動きは結局デジタルグローバル通貨へとつながっていきます。記録を取って注目して CCP 全体をグローバルな出来事にするのです。それは中国だけでなく私たちすべてです。それが彼らの計画です。その計画が成功しないよう祈りを捧げています。もちろん結果的にデジタル通貨の時代になっていくでしょう。実際の貿易は存在していきますが、通貨に関して言えば2030年に達する前に現在の通貨をなくそうと計画されています。オンラインでビデオを見ました。私たちはお金を下ろそうとするとき銀行に行きます。例えばある人が車を買うために$5000を下ろそうとします。でも銀行側はお金を出しません。そのお金をどうするのか、彼はありとあらゆる質問に答えなければなりませんでした。下ろそうとしているお金は自分のお金です。自分の口座から下ろすのだからそれは私のものであり質問なしにお金を出すべきです。この状況に私はとても憤りを覚えました。銀行は彼にお金を渡そうとしませんでした。腹が立つような質問をしていましたが、銀行側はその人に金を渡す気は全くありませんでした。お金をどうしようがそんなこと彼らの知ったことではないのです。いつから銀行は引き出そうとするお金をどうするのか聞くようになったのですか。お金は銀行のものではなくその人のものです。問題は銀行にお金がないということです。彼らは意図的に現金をなくそうとしています。もしコインがあるのならよく見てみてください。その中に貴重なコインが紛れているかどうか確認してください。今の時代専用のアプリがあって、コインをかざすと貴重かどうか判断してくれます。私がそういったコインを売る前にシルバーがあるかどうか確認したいと思っています。それはジャンク銀貨と呼ばれています。その価値はこれから上がっていくでしょう。というかもうすでに価値が上がっていますが、シルバーの不足によりこれからさらに価値が上がっていくでしょう。コメントで誰かが銀不足について書いていますが、これに関しては明日の番組で取り上げます。太陽に何か異変が起きているのでしょうか。いつもは太陽の光に当たっていると気持ちがいいのですが、最近とても疲れるのです。この前の日食以来人工の太陽という話を聞きました。人工太陽の話は2019年に遡ります。そのことについて2019年か2020年、そういえばこれについてはロックダウンの時に話しましたね。中国が人工太陽を作り始めたという話です。それから空に2つの太陽が見えるビデオがたくさん存在しました。2つの異なった太陽です。私たちの太陽に関してですが、偽の太陽ではなく本当の太陽の話です。最近太陽が本当に眩しくなったと感じます。何かが起こっているのを感じます。それは私たちのいるこの太陽系全体のシステムで起こっています。この太陽系全体で変貌が起こるのです。彼らがこの地球における気候変動について話しているのはご存知ですね。彼らは実際私たちに発表しているのですが、一般人はその点と点がつながることがわからないのです。木星で観測史上最大の砂嵐が起こっています。土星でまたはその恒星で氷が溶け出しています。様々な惑星で色々なことが起こっています。これに関してビデオを作りました。偉大なる浄化というビデオです。これはホピ族の予言、青いカチーナと赤いカチーナについて語っています。予言は今起こっていることを明確に表しています。気候変動はホピ族の予言の赤い星と青い星両方に関係していて、特にニビルや惑星 X と言われる赤い星に関係しています。聖書に出てくるワームウッド惑星は青いカチーナとつながりがあります。青い星カチーナが水星のことを表しているのは明らかです。水星が地球にある程度接近すると私たちにはそれが青く見えるのです。また最近私はあることに気づきました。私たちのいる銀河系の外にある何万光年も遠くにある大きな赤い星のことです。でもこの星を見た時思ったのは本当にこれが何万光年も向こうにあるのかということです。それともただ自分たちの地下居住地を作っている間、惑星か水星が近づく2029年までに何事もなくそれを完成させるために、私たちを安心させるためそう言っているのでしょうか。アポフィス彗星です。破壊の神アポフィスです。でもそれについてあなたが心配する必要はありません。心配したからってどうなるわけでもないのです。ただ健やかに野菜を育てて健全に生きてください。ただこのホッピ族の予言が語っているのは将来暑くなりすぎるので標高の高いところに移動しなければならないということです。今年の夏はかなり暑くなります。今日知り合いのブライアンと話していたことで私は気づかなかったのですが、彼が気づいて話してくれました。まだ4月だというのに去年の今頃よりすでに暑くなっていると言ったのです。もうエアコンを入れていると言ったのです。言われてみれば去年はまだエアコンを入れることなどなかったと思うのです。抗議デモはさらに激しくなるでしょう。これはもう言いましたね。そして太陽に何かが起きています。それによって太陽フレアが増しています。私がチャネリングで予言をした時に人々が通りに出て空を見上げている。何かがやってくるのを見ていると言いました。これは2029年にやってくるアポフィスのことかとも思いましたが、それはまだだいぶ先のことです。数年先です。人々はこの惑星が9月に爆発するのが肉眼で見れると言っているのです。興味深いですよね。ですから何かが起こっているのです。ただ太陽だけではなく地球で土星で木星で冥王星で、いろいろな惑星で起こっているのです。何か大きなことが起こっています。これはホピ族の予言の赤い星カチーナとニビルのことを言っているに違いありません。いかがでしょうか。地球はこうなるとか災害はどうだとか心配しても何も変わりません。ジョセフさんの言うようにただ健やかに野菜を育てて健全に生きればいいのでしょうね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。